カイ先生、おっす、あ、ご視聴様からご質問が届いております。はい、何でしょう。行政書士開業をして食べていけるか不安です。不安、そりゃそうでしょう。みんな不安でしょ、そんなもん。逆に全く不安じゃないぜっていうやついたら、ちょっとどっかバグってるから逆に心配になるでしょ。なんで不安なのは大丈夫、みんな大丈夫です。みんな不安です。まずはね、大事なのは行政書士も開業すれば事業ですから、事業であるってことはお客様が必要ってことです。お客様のことをまず考えなきゃいけなくて、どうやったらお客様にご契約いただけるか、その受注のプロセスをしっかりとイメージして設計すること、これが大事。ビジネスモデルをまず考えるっていうのが大事です。不安だとかね、心配してる暇があったらビジネスモデルを考えましょう。頑張ってください。ありがとうございます。おっす、おっす。